うっしゃらが、第319回たまるラジオということで。さあ、じゃあ今日はね、えー、新しいテストはどうなんだっていうところで、えー、センターシーンがね、終わって新しいテストになるよっていうことなんだけど、あのー、どういうテストになるのかっていうのに関してちょっとね、話していこうかなというふうに思います。で、えー、っとね、まあ、ざっくり言うと、わからんっていう。<laughs> はっきり言ってわかりません。で、予備校の先生たちも、えー、っと、こうだ、ああだっていうのはあるかもしれない。でもね、わからんはずよ。だって、 まだだ誰もも知らないんだもん。これからどんなのができるか。まあ前も言った。それセンターがなくなったと言っても、結局、センターってすごく便利だったわけよ。みんなが一緒に受けて、どんな能力があってでど、どういうふうに、まあ要はその、本人たちの能力の差をね、見る上で、まあすごく便利だったわけ。みんなが一緒に受けて、で、だいたいどれくらいなのかっていうのがわかるから。で、えー、うまくそれを利用してました。で、それがなくなったとしても、絶対それに変わるものができるよみたいな話をしてたけど、だってないと困るんだもん。で、まあやっぱりね、そういうテストがあるよっていうことなんだけど、じゃあ具体的にどんなテストなんですかっていうと、わかんない。 ああ、わかんない。で、うまい。今日はね、ビアミルクっていう、まあ、お酒飲んでます。まあ、たまにね、最近お酒を飲むようになりました。で、えっ、ー、と、まあ、話ちょっと戻すけど、えっ、ー、とね、わかんないけど、もし俺が現役だったら、いや、わかんないから怖い、やばいって思うかもしれない。でもね、俺がもし現役だったら、多分自分の力がじとしたときに、 今回のテストで俺は11、12を取る自信がある。わかる自分の力以上の結果を多分出す。と思う。本番で。なんでか。それはね、えー、てかね、まあ、正式に言うと、仮にテストが、えっ、ー、と、俺の力で500点取れるテストだったとしよう。その時に俺が600点取るっていう話をしてるんじゃなくて、500点を取るテストの時に俺は500点を取る自信があるって言ってるのよ。当たり前でしょ。え、で、なんで、人よりも、 高い評価になるのかだから、初めてだから大丈夫かな、不安だなって言って、勝手にボロボロ落ちていくんよ。っていうのが、あのね、不安だ、やばい、どうしようってなった時に、今までね、学校の先生とか親が、こうすればいいよって言ってきたわけよ。学校ってそういう場所になってる、もう今は。うん。で、ウェブ玉はちょっと違うけど、だからどうしたのみたいな。自分で考えてやったらいいじゃないっていう。 スタイルだから全然いいんだけどでまあ今日はそんな話もしていく学校でははいこうしましょうああしましょう塾ではこうすればうまくいくよああすればうまくいくよって全部言ってくれるでもねだから今回初めてみたいなことが起きた時に何していいか分かんないってなるだ,だって誰も来年どんなテストになるか分かんないからだからどうしようやばい何してい,い言ったらいいんだろうって学校の先生が言ってること本当だなって親が言ってること絶対当てになんねえよって塾の先生の中には絶対こうだってね分かってないけど分かったふりして言う先生もいるんだよそうすることで安心感を与えるから え、嘘じゃんとか、えー、そんなの詐欺じゃんって思うかもしれない。でも、それが唯一の方法なんだよ。だってわかんないんだから。安心させて、もうあと全力で勉強させる。これが一番いい点数に繋がる。そして、俺はそれをするんだよ。だどうせ考えたってわかんないしって。でも、わかる。テスト作る側は、どんなつもりで作るかっていうと、本人たちの能力を調べたいの。どんな能力が高いか、低いか。どういうやつが能力が高くて、どういうやつが低いかの、能力高いやつを調べたいわけ。だから、俺らはとにかく自分で全力をしっかり出す。 と、まあ、超絶頭いい人たちが作ってんだから、自然と、なそこそこ悪くない結果になるって、どうせ。うん、どうせ。能力高いやつはいい点数取るようなテストにしてくれるはず。頭いい人たちが作ってんだから。だから、それを信じて自分の能力を鍛え上げるだけさ。で、思いっきり鍛え上げてやってるだけで、で、俺としてはね、良すぎる結果にならないでくれって思ってるんだよ、俺は。特に現役の時はそれを思ってた。俺よりも優秀なやつが落ちてほしくない。優秀なやつが先生になった方がいいから。 ま、本番で結果を出すということも含めて優秀っていうことではあるけどな。だからまあ俺は本番で結果を出すということだけに、あのー、自分らしい点数を取ることだけに集中して頑張る。でも他の奴ら不安とかどうしようとか悩んだりとかすると勝手に悩んで、でも答えは分かんないわけだ。だって未来のことだから誰も分かんないんだから。で、頑張るしかないんだけど、そこで頑張れる奴と不安で泣いて手ぇ止まる奴と必ず二パターンに分かれる。そして、不安で泣いて手ぇ止まる奴ら勝手に何もしなくてもボロボロ落ちていく。 だから、普通に勉強するだけで差が開くんだよ。今年1年目だから、必ずそういう奴らが鬼のように出るから、狙い目だよ。ここ1、2年は、狙い目。普通に勉強するだけで点数取れる。特にウェブ玉熟成の奴らはもうみんなそう。何にも期待しない。おや金ねえじゃん。だ、自分でやるしかねえんだよって。塾、生きてるけど金ねえから生きねえんだよ。だからもう自分でやるしかねえんだよ。自分が叶えたい夢。だ、誰も応援してくれるわけないじゃん。だって自分の叶えたい夢で、自分の夢なんだから自分で叶えるしかないじゃん。ウェブ玉熟成はね、誰にも頼らない。むしろ、助けてやるぐらい。え、それ困ってんのじゃ助けるよとか。 あ、これがダメなのああ、じゃあいい。教えるよ、とか。熟成の、俺、ウェブ玉のやつらみんなね、優しいんだよ。困った奴がいたら助けるとかっていうのもある。だから強い。人を助けるにはね、自分がしっかりしてねえとダメだから。だから人を助けれる奴らっていうのは自分がしっかりしてるやつらで。で、やっぱり、そういう奴らっていうのは、こう、強い。しっかりしてる。だから結果で出す。し、その、そもそもね、大学なんかただの道具なんだから。から青学行かないきゃ叶わない夢なんか、青学生になることいかない。東大生、 東大に行かなきゃ叶わない夢っていうのは東大生になるっていう意味がない。でも別に東大生になったからって幸せなわけじゃないでしょ。京大生になったからって幸せなわけじゃない。早稲田行ったからって幸せになるわけじゃない。慶応行ったからって幸せになるわけじゃない,い,い。大学なんかただの道具だよ。利用してなんぼ利用し。利用しなかったらゴミだから。だから東大行ってニートになるやつだっていっぱいいる。いっぱいとは言わんけどな、別に。でもそういう奴らもいる。だから大学を使うことがとっても大事。エフランに行ったって優秀な奴はめちゃくちゃいる。俺は エフランに行って優秀なやつを見たぞ。だから大学行ってない優秀なやつも見た。なんなら中卒の優秀なやつも見た。いる。実際に。だからよ。使い方次第だって。だって、いやいやって、国立大行くのが夢ですって。私は国立大行くのが夢ですよって言うやつもいる。でも絶対それ多分嘘だよ。嘘だよってか、まあ、多分0.01%ぐらいはいるかもしれないけど、ほぼ嘘だよ。東大行くのが夢です。絶対嘘。だと思う、俺は。まず間違いなく。もし東大行くのが夢って言うんであれば、 わかる夢って、幸せな人生ってことね。東大生になることが幸せな人生だって、東大生になったら幸せだって言うんだったらさ、なったら幸せなんでしょじゃあさ、もしそうだったとしたら、東大生が幸せだってこの時間がずっと続いてほしいって思うわけじゃん。幸せなんだから。だからまず東大受かったら、4年間は絶対留年するはずだよ。8年いけるんだから。4年間で卒業するわけない。だって半分の期間しかいけないんだよ。 楽しい時間が4年と8年どっちがいいですか楽しい時間か8年の方が絶対いいでしょ ?8 年目終わって、留年を4回やりながらね、8年間かけて東大卒業したらどうすんのもちろんもう1回東大に受けるでしょだって東大生が幸せなんだから。でもそんなやつ聞いたことないでしょ ?4 年間、あのー、4回留年して、で卒業した後もう1回その大学行ってって聞いたことないでしょってことはほとんどのやつが大学行くことなんか夢だと思ってるわけ。いや、夢だと思ってないわけ。夢じゃないわけ。わかる金持ちなりたいって 金持ちになるのが夢ですって。じゃあ多分夢じゃない、それ。多分夢じゃないはず。だってお金って楽しいことじゃないもん100億あっても、100億が幸せだって言うんだったらさ、絶対減らさないはずだよね。100億円のまんま。わかる ?100 億を持って月に行ったらいいや。月の上でさ、1年間100億持って過ごしてって。で、100、1年間ずっと幸せだって言うんだったら、俺も、ああ、すいませんでしたって。金持ちっていうことが幸せなんだねって言うけどさ。100億円持って、その100億円を1円も使わないはずだよ。だって100お金があった方が幸せなんだから。 使うってことは減らすってことだよ。真逆のことじゃん、ね。でもほとんどの人たちが100億持ったらとか、100億じゃなくても1億でも持ったら使うじゃん。めちゃくちゃ使いまくるじゃん。減らしまくるじゃん。金持ち夢じゃないじゃん。わかるお金が幸せなんじゃない。お金を使った時に幸せになる。使った後幸せになるわけ。大学もそう。大学の時は幸せなんじゃない。大学を利用して、その、その利用した具合が面白いわけ。 かる学歴利用して面白い芸人になってテレビ出まくったとか、そういう幸せさとか、学歴活かしてあの自分の行きたい会社に入れたとか、学歴活かしてめちゃくちゃ勉強しまくって資格取って、まあ、ってことは資格が必要になるんだけど、その資格取ってこの仕事ついて、その仕事で例えば人助けたいから医者になっていっぱい人助けたとかさ、まあ人助けるんだったら多分薬剤師の方がもっとたくさん助けることになると思うんだけど、これからは。あの、新しい薬研究して、新しい薬でいっぱいいろんな人で助けたとかさ。わかるお金じゃない。お金を使ったと。 幸せになる。大学行った時じゃない。大学行ったことを利用して、何か人生面白くした時に初めて。その仕事に就いた時じゃない。その仕事を利用して人を助けたりとか、なんか面白いことしたりとか、嬉しい。例えば、漫才師になるっていうことになったって、全然幸せも何でもないんだよ。めちゃくちゃ貧乏なんだから芸人とかって。芸人になったことじゃないでしょ。なるから幸せなんじゃなくて、芸人になってからお客さんが自分のギャグでめちゃくちゃ笑ってくれたとか、その時幸せになるわけ。わかる芸人になった時じゃない。芸人であることを利用して、人生面白くした時楽しいんだから。使わなきゃ。 仕事も、大学も、お金も使って初めて。てか、なんなら時間もそうだよ。時間だって持ってるだけではゴミなんだよ。その時間を利用して。それで初めて幸せになる。だから休みがあることが幸せなんじゃない。休みにこうして、例えば友達と遊びに行くとか、なんか自分の趣味をやるとか、であって初めて幸せになるわけ。で、まあまた、だから、まあ、お前の夢がな何,何のことやっていうのもよく考えろ。どんなテストだって、どんな大学行ったって、 夢さえ叶えて幸せになれば勝ちなんだから。まずはそこ。だから別に最悪テストの点数が悪くたって、その時はその時で、6でもない大学しか行けなかったとしても、とかもしかはそもそも大学全落ちして1個の大学行けなくても、その時は大学の力使わずに、自分の人生面白くすればいいだけなんだよ。ただそれだけ。わかる大学とか高校とか中卒、中卒はチャリンコで、高卒はバイク。で、えっ、ー、と、まあまあ車。で、大卒は新幹線って感じ。で、大卒の方が早く着くぐらい。ね、便利っていうぐらい。 遠くまで行きやすいいいっていうぐらいチャリンコだって気合と根性あのでずっと漕ぎ続ければ結構いけるところはあるんだぜなかなかいけるよマジでパスポートないと海外行けないっていうのと一緒で、まあ、ある程度いける限界っていうのはあるかもしれないチャリンコでだとな、うん、でも結構なところまでいける <laughs> なだからさまずベブタマ熟成のやつら新しい試験でどうしよう不安だっていうやつら まずね、どんな結果だろうと、絶対自分の夢を自力で叶えて、とにかく自分の人生を面白くする。その覚悟を持て。そしたら、どんなテストの結果だろうと怖くね。全然怖くない俺はどんなことがあっても、先生だっていろんなやつら触ってるぞって思ってた。面白そうだな、それきっとって。だから、あのー、熊谷教育学部目指したけど、落ちたら落ちたでいいやって。落ちたらちょっと遠回りするなっていうぐらい。でも頑張って先生になりゃいいじゃんって思ってた。だから全然落ちることは怖くなかったし、最初もちょっと言ったけど、 俺より優秀な人間が受かるんだから、俺が、あの、受からず合格圏内行かないっていうのはとっても素敵なことだと思って俺ごときに抜かされてどうすんのみたいな。思ってた。そんな奴らがね、あの、熊本の先生になっていいんかなって。言うくらい。俺に負けてんじゃねえよと思ってたよ。で、まあ、それぐらいの気合と根性を持って、まあ、何が何でも絶対叶えるぞっていう思いが持ってたらテスト怖くねえし。で、さらに言うと、どうせテストはね、もう断言する人たちもいる。 予備校の先生とかの中には断言する先生たちもいる。でもそれはお前たちし、安心させたいだけだよ。だって、その予備校の先生たちも、外れたら自殺するって言われた。てか、外れたら1000万くれるって絶対そんなことない。自信ないもん。だって、あ、見たことないんだから、そのテスト。だからそれに向けて、不安だ、怖い、どうしようって思うんだったら、やるしかない。自分の能力を最大限に高めるしかない。徹底的に高めるだけ。あとは、高まったやつを調べる方法なんだから、テストって。だから頭のいい人たちがよく考えて作ってるんだから、大体、自分の能力が上がれば、 自然的にいい点取れるようなものを作ってくれてるはずだから、それを信じて目いっぱいやる。で、どうせ、不安でどうしようって、どんなのが出るかわからんって未来のことで誰もわからんのに、それに対して、どうしようどうしようって考えるだけ。やることは一つだよ。勉強する以外ないんだもん。だけど、それでも勉強できない奴がいっぱいいる。だから、やったざわみろって。今泣いてる奴、手止まってる奴、ガンガン追い抜くぜって言って、この間に勉強する。この間に追い抜く。それだけ。やることはそれだけ。シンプル。コロナでね。 どんなテストが出るか分かんない。不安ですって。コロナでね、勉強もできてない、休学で,すで。どうしようって思ってますって。不安です。それね、全国の高校生みんな思ってるから。みんな思ってる。だからこんな時に、やったら追い抜けるなって。こんな時に不安だけど、不安を噛みつぶしてやったら、あの、差がつくなって思って頑張るんだよ。これを本当にそのまんま使えるから。俺、現役の時に、全く似たようなことじゃないけど、似たようなことあったよ。それ一つは、眠いって思った時。夜眠い。もうダメだ、眠い。 ってなったとき。きっと俺のライバルは、多分俺と似たような奴らがライバルだから、多分今こうして俺が眠いってことは、全国の俺のライバルもきっと眠いはずだって。で、絶対この中から眠いって言って3割ぐらいの奴ら、多分すぐ寝ちゃうだろうな。てか、でも俺と似てるんだから大体みんな寝るかなって。で、こんなときにあと10個覚えて寝ようと。あと、もう眠いからあと10分やって、15分やって。なんなら30分やれそうなら30分やって寝ようじゃあ自分と同じやつ似たような奴ら、そのライバルに、その30分分だけ、10単語分だけ勝てるんだよ。 やったぜ。その分追いつくぜ。だってこの間寝てるんだし。やったねって思ってた。で、試験本番の時もそう、進化出ろ進化出ろって思ってた。みんなね、進化艇出るとどうしようって思っちゃう。だからみんな進化艇出てほしくない、出てほしくないってみんな思ってるんだよ。でもね、進化艇出るよ。だって同じような問題ばっか出してたらさ、絶対その、なんてうかな、対策してるやつが有利だもん。ってことは、能力が高いかどうかじゃなくて対策できてるかどうか、その対策を塾で教えられてるかどうか、っていうことで、テストの結果が変わっちゃうわけ。でそ,うそしたら優秀かどうかじゃないでしょ。塾行けたかどうかのさ、 の影響が出てくるから、やっぱ必ず進化点とかっていうのは出てくる。対策させないっていう部分も出てくる。全部じゃないけど。みん進化点って出るもんだよ。で、俺は出ろ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 って思ってたわけ。出たんだよ、本番、ま。やったってなんでやったって思うのかみんなね、進化点出てほしくないって思うけど出るじゃん。で、その時にね、心乱れるんだよ。うわ、進化点だ、どうしようって。で、さっき言った通り。みんな同じだよ。だからさ、進化点の問題なんか、みんな、どうしようってなるわけ。で、そのうち3割ぐらいは頭真っ白になって手止まっちゃうんだよ。 で、他の、進化点の問題も落とすし、他の問題まで落とす。だから、普通に解くだけで差がついちゃう。やったぜって。だから、進化点がつい、出たら、普通に解くだけで、他のやつでもいい点数になっちゃう。勝手に落ちるやつらが出るから。わかる新しい問題が出る。新しい時になる。だったら、その時、気にせず、思いっきり勉強するだけよ。ええー、って。それで、その、うまくいかなかったらどうするんですかうまくいかなかったら、自分で夢叶えたらいいじゃん。 自分で人生面白くしたらいいじゃん。結局人生面白くするっていうことが人生の目的なんだから。おもろかったやったぜって。死んで死ねたらそれが一番いい人生なんだから。どんな大学行こうと、どういう仕事に就こうと、何百億稼ごうと、人生つまらんってなったら、面白くないんだよ。だから負け組なんだよ。人生おもろいって言ったら、勝ち組。そいつが、日本一。世界一。面白くすればいいんだから。いいか。これが新しいテスト対策。 気にせずやれ。やるだけで勝手に差がつく。そして、差がつかなくてもうまくいかなくても、夢を叶えたら勝ちなんだから。叶えろ。そして、面白い人生にしろ。ウェブ玉の教え子だったらみんなできるわい。わからへんかったら悩んどったら、どうにもうまくいかんのやったら、メールすれば、それらね、個別に連絡はする。返事はする。うん。頑張れ。コロナなんかに負けるな。ピンチはチャンスやで。チャンスにできる。 っていうか、勝手にチャンスになってる。た、勝手に落ちてる奴がいっぱいいるんだからな。だからせっかくのチャンスをミスミス逃すなよ。チャンスもそうやで。大学、金、時間。使わなかったら意味がないって言ったやろ。このチャンスすら使わんかったら意味ないんやで。てか、勉強、頑張るよ。はい、てで、ね